アレクサンダーは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク公。デンマーク・ノルウェー・オー・クリスチャン三世の三男である、セナーボー・コー・ハンスと、その最初の妻で、ブラウン・シュバイク・グルベン・ハーゲン公、エルンツと三世の娘、エリーザベとの間に生まれた。父にとっては、実質的に二番目の息子である。兄・クリスティアンは、既遷結婚をしたためアレクサンダーが、ゾンダーブルク公舎科の四つとなり、 1622年に父が死ぬと家督を引き継いだ。民伝司教区に属する霊猫外に、ベックの館とその小園を購入した。アレクサンダーの死後、息子たちは順次結婚するたびに、父の遺産を分割相続し、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルク公爵領は、さらなる分裂を続けていくことになった。1604年、シュバルツゾンダースハウゼンハクユハンギュンター一世の娘、 ドロテアと結婚し、まに十人の子供を設けた。ありがとうございます。